アメリカのバイデン大統領は民主主義サミットの閉幕にあたり中国やロシアを念頭に権威主義に対抗していく姿勢を改めて強調しました。Autocracies can never extinguish the ember of liberty that burns in the hearts of people around the world and every portion of the world. 民主主義サミットを開催したバイデン大統領は、汚職と戦い、人権を尊重することは、世界中に民主主義の土壌を作り出すと、権威主義に対抗する世界各国の結束を呼びかけました。独立系の報道機関や汚職撲滅を訴える団体への支援のために基金を設立すると発表しています。初開催の民主主義サミットには日本などに加え台湾も参加する異例の形となりました。